ただいまより徳勝龍引退年寄り善田川襲名の会見を行います。まずはじめに師匠帰省よりご挨拶があります。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。長い間本当にお世話になりました。本日はよろしくお願いいたします。続きまして徳勝龍改め千田川よりご挨拶があります。お疲れ様でございます。場所中のお忙しい中、このような会見を開いていただき誠にありがとうございます。私徳勝龍は、現役を引退し、年寄り千田川を襲名させていただくことになりました。現役中は皆様に大変お世話になり、応援していただき本当にありがとうございました。今後は、親方としても、一生懸命頑張っていきますので今後ともよろしくお願いいたします。そうですね、一つ肩に力が入ったのがちょっと一つ肩の力がほっと抜けたようなそんな気持ちです。これ11月場所に、まあ、大負けして、幕下に、番付下げた時からやっぱりこう引退の二文字は結構頭の中にはあったんですけど、まあ、1年ほど前からやっぱりそういうそろそろかなとは思ってました。そうですね、お疲れさんとよく頑張ってねって言ってくれたんで、はい、よかったです。今はさっぱりした表情ですけれども、はい、その時は悔いとか未練の気持ちというのは。いやもう全ての取り組みを一生懸命やったんでもう悔いはないです。そうですね、まあ幕内で優勝させてもらった一番は もちろんなんですけど、まあ、その一番はもちろんなんですけどやっぱりその前の日の14日目の正代関の相撲が印象深いですね。まあ、それがなければ千秋楽もなかったと思うんで自分の中では14日目が思い出深いです。あの時は1敗同士で正代関と対戦をしたという相撲だったと思うんですけど、上がる心境とか戦った感触というのは今どうだったのか教えてください。そうですね、まあ、もう連勝してたので、まあ、もういつも通りというかその変なことせずに、まあ、思い切っていったらいいと思ってやった結果で勝てたんで、まあ、いまだになんかこう感覚的には覚えてますね。どんな感じ。そうですね、まあ、もうずっと当たって前に出ればいいと思ってたんで、まあ、前に出るからやっぱり土俵際効くのかなと思ってずっとやってました。それで千秋楽は貴景勝関と決まったんですけども、はい、その時の心境とか内容というのはどうでしたか。そうですね、まあ、支度部屋でもいろいろ考えてたんですけど、まあ、自分の経験上、まあ、ここで本割で負けて決定戦で負けるのが普通かなとか思いながら、まあ、もうそれでよく頑張ってねって言って終わりかなと思ってたんですけど、まあ、一生懸命千秋楽の最後の一番なんでそんなとこに上がるのがこう喜ばしいことというか、まあ、普通だったら横綱同士がやる取り組みなんでそこに上げてもらうだけでも幸せというかもういい相撲を取ろうと思って行っただけです。あの時ね、実はめちゃくちゃ意識してましたってことでインタビューでおっしゃってましたけども、はい、本当はどうだったんですか。いや意識しない方がおかしいと思いますけど、あの場所を、まあ、幕尻で臨んで
幕内最高優勝でね、結果をこう手にできたって、今振り返るとなぜああいう結果を残せたんだろうなと思いますか。いや、自分でも正直分かんないですけど、まあいろんな人の支えがあってやっぱりああいう結果だったと思うんで、いろんな人に感謝したいです。そんないろんな人の中で師匠というのはどういうふうに支えてくださってああいう結果になったなと今振り返られますか。そうですね、師匠まあ、30過ぎてからはやっぱりいつもまだ老け込むなよって、まだまだやれるって言ってもらったんで。それが励みになって頑張りました。師匠のどんな技術的な指導がああいう結果にも結びついたなと。そうですね、いつも自分の体を大事にしろよって、いつも声かけていただきました。後輩の面倒とかですね、そういうのを一番自分よりよく面倒見てましたから、感謝ですね。こうしてご自分が育てた弟子が、まあ、優勝力士、つまり、まあ、ご自分が優勝力士の師匠になったっていうことになるわけですけれども、そういうことも含めていかがでしょうか。まあ、年食ったなと思ってですね、でもいい力士に恵まれましたね。特にどういうところを伸ばそうと指導されてきて、これまで。いや、もう言わなくてもコツコツやりますから、これあれやれこれやれって言ったことないと思うんですよね。あ、もうそれが期待してますね。どういう力士を育てていくかというのは、それは本当にうちにとっては本当福の神だしですね、そのいろんな面でもやっぱり若い人がみんな慕ってましたから、今まで通りにやってもらえれば恩返しできると思います。ありがとうございます。すいません、こちらいただけますでしょうか。